はい、こんにちは、岩健です。今日はですね、スイムの教科書ということで、泳ぐのが遅い人に共通する3つのこと、こういったテーマでね、話をしていきたいんですけれども、遅い人には必ず理由があるというところなんですよね。さあ、それではこの泳ぐのが遅い人に共通する3つのこと、中身をね、話していきたいんですけれども、早速結論。1つ目、体の一部がすぐに限界を迎える。2つ目、体が急に重くなる。3つ目、頑張った次の日は体が終わってる。まあ、疲れ切ってるってことですね。で、おまけとして応用編の具体的なアドバイスもつけていきますよというところですね。この3つ、どれか1つでも当てはまった人は、まだまだ、ね、逆に言うとね、早くなれる可能性を秘めてる。だって、遅い人に共通する3つのことなんで、これ当てはまってるよっていう人は、そこを解消すればまだ早くなれる可能性を秘めてるよねっていうところなんですね。さあ、というところで、その理由をね、一つずつ解き明かしていきたいと思います。この一つ目の体の一部がすぐに限界を迎えるっていうことは、全身のパワーが使えていませんよということですね。二つ目の体が急に重たくなるっていう人は、心肺機能の原理を分かってない。なんだ心肺機能の原理って思った人、ちゃんとね、後半話していきますので、ぜひ聞いていってください。三つ目、頑張った次の日は体が終わっている。これはね、疲れを翌日に残してるからというところなんですよね。でもこの理由が分かったからといって、でもどうすればいいかっていうのがね、まだまだ分かりませんよね。なので一つずつ、濃厚に解説をしていきたいと思います。さあ、一つ目の体の一部がすぐに限界を迎えてしまう人。ね、こういった人、多いと思うんですよ。ね、先ほども理由のところで挙げました。全身のパワーが使えてない。これはね、要は筋肉の連動性が低い。一つの体、例えば自分の得意なね、上半身だけとか下半身だけとか、そういった一部の筋肉を使って泳いでしまってる。なので、全身の連動性が低いので、きついんだよねっていうところなんですよね。で、これって、泳ぎ以外で例えると何かないかなと思ったんだけど、ケンケンで、右、左って走ったら、絶対遅いじゃん。ね、しかもきついじゃん。それより、右、左って、体を連動して、走る方が絶対楽だし、速いでしょ。同じ感じなんですよ。なので、このね、キック、プル、バランスっていうところでね、その泳ぎに関して、体の連動性っていう点でね、一つアドバイスをしたいんですけれども、キックをするためには、体と足、ね、ここ股関節で繋がってますので、腸腰筋ってね、ちょっと知らない人もいると思うんだけど、この腸腰筋ってね、下半身と上半身、お腹のね、腹筋のあたりにある筋肉とか骨とね、くっついてるものなので、ここをね、しっかりと鍛えてあげたりとか、まあ、一回ね、こう調べてみてよ。ここがね、すごく重要になってくる場所。うん。なので、まあ、わかんなくていいし、覚えてなくてもいいんだけど、あ、お腹と、下半身が繋がっててそこが連動してるんだなって分かってもらったらいいです。で、プルの場合は腕と体ですよね。体とくっついてるのは、まあ、いっぱいあるんだけど、大きな筋肉として広背筋。ね、これをおすすめしたいと思います。腸腰筋、広背筋。そして、ま、最後体幹、バランスだよね。で、バランス、体幹って言っても、固める腹筋と、しなやかにね、こう、バランスを取る腹筋っていうのは実は違ったりするので、まあそういったところは、僕のね、リクトレの教科書っていうのがありますので、そこら辺をね、見てもらえるといいんじゃないかなと思います。さあ次、二つ目。体が急に重くなるっていうところなんですけれども、ね、心肺機能の原理を分かってないから。だから、体が急に重くなるんだよって。なんで、そのなんか理論みたいなことを知らないと、体が急に重くなるのかっていうところをね、解説していきたいと思うんですけれども、なんかちょっと難しい感じだけど、全然ね、難しくないから大丈夫。ね、見ていてください。心肺機能の原理で言うと、これなんか大学レベルとかの話になってくるんだけど、有酸素系のエネルギーを生み出す力と、無酸素系のエネルギーを生み出す力。これもね、なんか、スイムの教科書かなんかにね、入れとくので、別の記事、動画がありますので、まあ、それを見てみてもいいかもしれません。でね、この無酸素の中にも、解糖系とか ATP、CP 系とかなんか、いっぱいなんか必殺技みたいなのがあるわけよ。でもこれ何かっていうと、人間の体が、どうやって、パワーを生んでるかっていう、そのね、パワーの源、みたいな感じなんですよ。で、ここでね、重要なのが、ここ覚えなくていい。全然有酸素とか無酸素とか、まあ、こんぐらいでいいですよ。で、覚えてほしいのは、体力は多いとか少ない。そういった捉え方ではないっていうことなんですよね。で、車で例えると、ハイブリッド車みたいな感じで、エンジンと、それから電気のエネルギーを生み出すものがあるみたいな。例えば、有酸素系と無酸素系があるように、エンジン、ね、どこどこガソリンで走るエネルギーと、電気で走るその充電池みたいなね、その二つが
動力としてエネルギーとしてあるからハイブリッド車って言いますよね。でもその例えば小学生とか中学生、車のこととかよく分かんないよっていう人もねいると思うんだけど、自動充電機能付きの電動チャリ、お父さんお母さんとか乗ってないかなね。電動チャリ、普通のチャリじゃなくて電動アシストがついてるやつってあるじゃないですか。あれってね、もうちょっといいやつになってくると自動充電機能って言って走りながら充電できるわけ。すごくない？そのなんか自転車の押し売りみたいになっちゃってるけど、まあそういった形で有酸素系、無酸素系とかっていうのがあるんだけれども、循環してるんですよ。これ何かっていうと、無酸素系で出たエネルギー、パワーとね、ガソリンと、それからなんか変なカスみたいなやつが出るわけですよ。車もなんか排気口からモコモコってね、黒いのが出てくるじゃないですか。そんな感じなんだけど、でもね、人間の体はすごいエコなシステムで、その無酸素系でね、出たエネルギーの他の、そのなんかカスみたいなやつをもう一回燃やして、もう一回燃やしてよ。有酸素系で燃やして、エネルギーを再構築。だから言ったらリサイクルしてるわけ。で、どん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 、爆発1回目。そしたらエネルギーとカスみたいなのが出る。で、そのカスを使ってまたエネルギーにしてみたいな。で、そこになんか人間の体の中の脂肪とか糖分ね。糖分を使うと、またそこからなんかパワーの源が復活するみたいな。どういうことみたいな感じなんですけれども、まあ自分で調べてみるとかしてみてください。まあそこでヒントとなるのが、無酸素系の中での回答系とか ATP、CPK とかね。なんか有酸素系だったらなんか、TCA 回路とかなんかいっぱいあるんですよ。よくわかんないのが、僕もね、正直よくわかってない。でも大事なのは、体力は多いか少ないかじゃなくて、循環してるんだよっていうところですね。で、その原理がわかると、この体が急に重たくなるっていう現象がね、なるほどってね、理解ができるようになるんですよ。さあ、ちょっと話が長くなっちゃいましたけれども、これ、また漢字ばっかりで難しいけど、これね、血中乳酸値って言って、血液の中の乳酸ですよ。乳酸なんか溜まった、乳酸溜まったら、きつくなる、泳げなくなるとかってね、腕が重たくなってきた、乳酸溜まってきたとか言ったりするでしょ。その乳酸です。で、こっちは練習強度っていうことで、まあ、負荷ですね、負荷。うん。で、この黒丸が A さん、赤丸が B さんっていうところで、こう見ていきたいんですけれども、まあ、練習強度が低かったら、そりゃ楽ちんだよね。アップみたいなもんだよね。ゆっくりゆっくりゆっくり。でも、ここら辺から、だんだんきつくなってきた。練習強度が上がると、だんだんきつくなってきて、もうここでリタイア、みたいな。乳酸値がここら辺のぐらいの時に、練習強度がここら辺ぐらいの時にリタイアみたいな感じですね、 A さんは。じゃあ一方 B さんどうかというと、なんか A さんがだんだんきつくなってきたところでもなんか耐えてる耐えてる、なんか全然乳酸上がんないじゃん、乳酸上がんないじゃん。でも同じようにここら辺ぐらいから上がってきてね、ここぐらいの乳酸値で、練習強度でアウト、もうサークル回れなくなりましたみたいな感じですね。で、これが何を表してるかっていうと、例えばここの最初の部分っていうのは、まあ、有酸素系とかって言われたりするんですけれども、比較的ね、スピードも遅くて、練習強度が低いから、スピードも遅くて、なので、その乳酸とかも溜まりにくい有酸素、酸素を燃やして、ね、酸素燃やすとか、息するだけでエネルギーになるっていうね、酸素を燃やしてエネルギーにしていくっていうところなんだけれども、だんだんここら辺からね、やばいっていうところがあるんです。例えば A さんだったらここら辺、B さんだったらここら辺。急に、サク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 、あれなんかやば、なんか、乳酸溜まってきた、腕重っみたいなところなんですよね。で、ここが体力のすごく大事なポイントだと思います。急に体が重くなるっていうところで、そのね、体の中の循環システムが崩れると酸素が足りないとか、体の中の糖分が足りないとか、体の中のね、体に蓄積してる、エネルギーが足りないとかね、そういったところがあると急に処理しきれなくなって、乳酸がポーンと溜まってくるんですよ。でね、この乳酸が溜まってきて処理しきれなくなると、もう無理、限界っていうところになってサークルアウトしてしまうというところなんですね。で、 B さんはどうかというと、やばいって乳酸が溜まってくるみたいなところまでがすごく A さんと比べてすごく遅いですよね。高い練習強度でも乳酸が低く泳げてるっていうことは、これは体力があるってことなんですよ。一つ前に戻るね、体力が多いとか少ない、ね、体力がめちゃめちゃあって少しずつ同じように削られてるんじゃなくて、同じスピードで泳いでも、同じ練習強度で泳いでも、ここで言うと、こんぐらい違うのか。ね。同じ練習強度で泳いでも、B さん、体力があると言われている B さんは、全然体に乳酸溜まってないわけ。体が全然重たくなってないの。でも A さんはどうかっていうと、ここら辺からやばい乳酸溜まってきたっていうところでね、同じ練習強度なんだけど、B さんは楽々。A さんはもうね、やばい、乳酸パンパンみたいな、ラスト1本みたいな感じになっちゃってるわけですよね。ここが体力の秘密なんですよ。で、そこで体力は多いか少ないかじゃなくて、循環できるかどうか。
ちなみにこの乳酸っていうのもエネルギーの源になりますっていうようなね、循環システムがね、崩れてしまうと乳酸として残ってしまって筋肉の中にまだまだ溜まっていくというかね、それで体が動けなくなるっていうことなんですよ。だから乳酸が悪いんじゃなくて、体の中の循環システムが崩れてしまってもうエネルギーを作ることができないっていうところなんですよ。で、その時に体の中に乳酸が溜まってるから、昔からずっと言われてるのは、体に乳酸が溜まると、まあ酸だから良くないんだみたいな感じなんだけれども、それはまあちょっと違うんだけれどもね、最近の科学では。まあそんなとこ覚えてもしょうがないから、何が大事かって言ったら、同じ強度でも全然乳酸値が違って、エネルギーを生み出し続けれる体なのか、それとも体の中のエネルギー出し尽くして終わりかけてるのかっていうところ、ここが重要なんですよ。さあ、この三つ目。頑張った次の日は体が終わってるっていうところで、このね、ここでも話したじゃん。もうね、疲れ切ってる。疲れ切った頑張った次の日、もうね、体終わってますよね。これ、やっぱ疲れをね、翌日に残してるからなんですよ。で、この疲れの正体にね、着目していきたいんだけれども、この疲れの正体は、筋肉の疲労、筋疲労と栄養不足。ね、その回復できてないっていうところ。そして睡眠不足。まあ、寝てなかったらきついよね。この3つじゃないかなと思うんですよね。筋疲労、栄養不足、睡眠不足。さあ、これは食事、ストレッチ、睡眠を大事にしようっていうすごく当たり前のことなんだけれども、皆さんここの青いところできてるかどうか、私と一緒にね、チェックしていきましょう。練習後のダウンできてますか？さっき一つ前の話でね、その乳酸が溜まって、その体の中の循環システムが崩れるとエネルギーが生まれませんよって話をしたじゃないですか。まあ言ったら乳酸がね、A さんも B さんもどこまで溜めれたかは別にしても、すごく体にとって疲労が溜まってるような状態、ね、乳酸が溜まってるような状態なんですよね。で、これをしっかりと練習後のダウンで、抜いてあげることが大事なんですよ。体の中は循環システムって言いましたよね。なので、ゆっくり泳ぐことに何の意味があるんだって、もうそれならさっさと帰りたいと思うかもしれないけど、もうね、ゆっくり泳ぐことで、まあ、言ったら有酸素系のね、その酸素を使って、燃やすみたいなところがね、できるんですよ。で、その時に体の中のその乳酸をエネルギーに変えて、また、まあ、酸素と一緒に燃やしてエネルギーにするみたいな、いうところで体の血中のね、乳酸値を下げることができるっていう、実は、このダウンっていうのは、急にアチアチのまんまね、エンジンを止めてしまうと、良くないんだけれども、少しずつエンジンの回転数を落として、少し時間をかけて冷やしてあげることで、すごく体の中の循環システムが整うっていうことなんですよね。なので実は、ダウンはもう次の日のね、回復に本当に大きく関係してるっていうところなんですよ。これね、知らなかった人も多いと思う。これね、心拍数を落とすためにダウンしてると思ってる人多いんだけど、違くて、実は体の中の、このね、エネルギーの循環システムを整えるっていう側面もあるんですよ。でね、二つ目が、3食プラス補食っていうところで、食事の部分。3食だけじゃなくて、練習前とか練習後にね、補食を入れてあげましょうっていうところですね。筋疲労、ね、話、一つ前のね、今日の筋肉について、エネルギーについての話もしたけれども、体の中のやっぱ糖分とか脂肪とかもね、燃やしてるので、しっかりとね、そこ補給してあげると、次の日にね、すごくいいですよっていうところ。それから入浴とストレッチっていうところでね、お風呂しっかり入って、これもね、ダウンと一緒なんだけれども、体温めてストレッチをしてあげる。そうすることで、筋疲労もね、取れるし、栄養不足も大丈夫。そして、お風呂とストレッチをすることで、交感神経、副交感神経みたいなね、体の中の起きようとする神経と、それから副交感神経というリラックスの神経にピンピンピンとね、アクセスできるのが、この入浴とストレッチになりますので、睡眠不足、ね、しっかり寝れる。深く寝れる。ね、次の日の回復力は全然違うというところで、もしかしたらね、早く寝たいという人もいるかもしれないんだけど、僕もどっちかって言ったらそういうタイプだったんだけど、お風呂とストレッチ、これね、大事にしてほしいなと思います。ね、ここまで3つ話をしてきたんだけれども、嫌だ嫌だ嫌だ、努力は嫌だっていう人もね、いると思うんですよね。楽に早くなりたいです。わかりました。その人たちのためにね、ここから応用編に入っていきたいと思います。さあ、1つ目の体の一部がすぐに限界をね、迎えるっていう人。とにかく、頑張るな。ね、頑張れば頑張るほど血中乳酸値が溜まって、体の循環システムが崩れて、ダメになってしまう。だから、頑張るな。その代わりに抵抗のないフォームを探しましょうと。そうすることで、同じスピードでも抵抗が少ないから少ないパワーで少ないエネルギーで泳げるようになろうよ。そしたら頑張らなくても楽になれるよって。その代わり頭使おうねっていうこと。体使って頑張るか、頭使って頑張るかっていうところ。もうね、体は頑張らない。抵抗のないフォームを探しましょう。二つ目、体が急に重くなるっていうところで、これも頑張るな。もうね、頑張るな。うん。頑張らずにサークルを回れ。ここもね、体力の、体の循環システムのところなんだけれども、頑張れば頑張るほど、パワーを出せばパワーを出すほど、実は、泳げる時間は短くなります。A さんの状態になります。
頑張れば頑張るほどここからポンとねなってしまう。でもこの B さんを目指すためにはギリギリでもいいから練習強度のがどんどん上がってきて疲れが溜まってきても乳酸がね溜まらないようにしていく、ここが大事なので、頑張らずにサークルを回る。自分にとって例えば 100m を1分30秒サークルであったとしますよね。1分30秒の時に1分10秒で帰ってきて20秒休憩する方が自分にとって楽なのか、それとも1分29秒もうギリギリなんだけれども自分にとってこれが有酸素で処理できるスピードなんだったら、実は1秒しか休憩がない方が頑張らずにサークルを回れるかもしれない。これはねぜひ試してみてください。特に泳ぎが回れない人ほどもうねギリギリでサークル回った方がいい傾向にあります。それはなぜかというと練習強度がてかスピードが上がると、練習強度ねスピードが上がると乳酸値ポンとね上がりやすいので、そこはあえて頑張らないで、呼吸的には苦しいし精神的にはね1秒しか休憩ないってきついかもしれないんだけど、実はギリギリでサークル回った方が楽な場合が多いです。さあ3つ目、頑張った次の人は体が終わってるっていうところで、もうここはね逆にここだけ頑張ってほしい。泳ぐの頑張んなくていいです。抵抗のないフォーム探してください。体が急に重くなる、頑張らないでいいです。ギリギリでサークル回ってください。この2つね、もう応用編でね努力は嫌だっていう人に向けて頑張るなってことを言ってきたんだけど、ここの次の日に向けては頑張ってください。ちょっとの違いで楽になるぞっていうことでね、食事とか睡眠とかねストレッチとか言いましたよね。そういったところ時間かかるしめんどくさいんだけど、そこのめんどくささちょっと頑張れ、明日全然違うぞっていうところですね。はい、というところで僕は今日伝えたいこと、サボるために努力していこうよっていうところですね。もう何にもせずに上手くなりたい、これは無理よ。何にもせずに上手くなることはできない。だけどね、気合でなんとかなるばっかりじゃないよねっていうところで、しんどくなって気合で頑張るから変更変わっていきましょう。しんどくないフォームで泳ぐ、こういったところ、サボるために、楽に泳ぐためにしんどくならないフォーム、抵抗の少ないフォームを作っていく努力をしようっていうことですね。もうねそれはもうサボるじゃなくて効率化合理化、もうこれは立派な努力ですということで、サボるために努力していこうね。これはなんか相反する言葉に思うかもしれないけれども、気合で頑張る、そこから効率化合理化、こういった立派な努力に変換していきましょうよっていうところですね。さあ今日のまとめに入りたいと思います。今日はね泳ぐのが遅い人に共通する3つのこと、これを話していきました。1つ目、体の一部がすぐに限界を迎える、これは全身のパワーが使えてないので筋肉の連動性考えましょうねっていう話ですね。2つ目、体が急に重くなるというところで心肺機能の原理を分かってない、ここね詳しく図解をして、話をしていったので思い出してください。3つ目、頑張った次の日は体が終わってる、疲れを翌日に残してるのでストレッチとか食事とか睡眠しっかりしていこうよっていうところですね。さあこの3つの話いかがだったでしょうか。今ねここまで聞いてくれてて見てくれてて、あれここのなんか図解してたけど俺よく分かんなかったな、私よく分かんなかったなとか、次の日のために何すればいいんだったっけというところ、もし忘れてたら概要欄にねタイムスタンプ、1はここから始まりますよ、2はここから始まりますよって、何分何秒から始まりますよってタイムスタンプ打ってるので、そこからねポチッと押して復習見返してくださいね。そういった形で忘れてたら概要欄見てくださいね。終わりかな。はい、そんなこんなで今日の話ね、泳ぐのが遅い人に共通する3つのこと、これは当てはまってる人多いと思う。うん、多いと思う。多いからこそ、ここ解消すれば、まだ早くなれる可能性を秘めてるよねっていうところで、今日ね、締めくくりたいと思います。さあ、今日の動画参考になったと思う人は、いいねとかね、チャンネル登録してもらえたらなと思うし、今後もスイムの教科書とか、いろんな水球選手にとって役に立つようなものを、いろんなカテゴリーにね、分けて話をしていきたいなと思いますので、まあ、今後もお楽しみください。また皆さんの質問とかがね、 YouTube のコメントだったりとか LINE に登録してもらって、公式 LINE からのメッセージだったりで質問してもらえるとお答えできるかなと思いますので、あなたがもう本当に今悩んでる困ってることがね、動画として返ってくるというところで、ぜひ質問してみてください。そしたらね、バイバーイ。